さん、こんにちは。ヘッポコエディターのゲヨゲヨです。初心者向け解説として、前回は簡単な用語解説とクリップの見方、必要なものなどを解説しました。今回はざっくりと、モンタージュってどういう構成で成り立っていて、どういうことに気をつければいいのかな、ってお話をしたいと思います。まず、一番最初にしなければならないのが音楽決めです。モンタージュは音楽のセンスでだいぶ印象が決まるのでとても重要ですが、いろいろ制約もあるので難しいです。まず気をつけなければならないのが音楽著作権。これをないがしろにしていると、せっかく作った作品が公開できないとか最悪の事態に。そこで安全に使えるのが、フリーミュージックやフリー素材として公開されている曲です。ただしこれも、説明文に著作権表示が必要とか、いろいろ条件があったりするので、公開主の説明はよく読みましょう。他にも、有名クランで使用された曲は避けた方がいいなど、いろいろと考えることが多くて、これだけで別解説作れると思います。とにもかくにも、エディターを目指す方は普段からモンタージュに使用可能な曲を探し、いろいろな曲をストックしておくと良いです。構成としての音楽の考え方ですが、まず、基本として音楽は通常3から5分程度が良いです。ミニエディットなら1、2分で。チームタージュなどクリップ数が多い場合は2曲以上を繋いだりしますが、長すぎるとだれてしまうので気をつけます。また、音楽のテンポはアップテンポな方がモンタージュとしては作りやすいです。スローな曲の方がクロート向けです。次回で詳しく解説しますが、音楽に合わせてクリップを編集するため、アップテンポの方が合わせる場所が多いからです。それでは、動画の構成に行きましょうか。動画は主に以下のような構造になっています。オープニング、クリップ&シネマー、エンディング。オープニングは、あればクランロゴやタイトル表示です。動画を開いてすぐは、スマホだったら全画面にするなどきちんと見れないので、クリップ以外のもので埋めます。前奏とか音楽的な切れ目まで作るか、あるいはオープニングだけ短く別に作っても良いでしょう。エンディングはラスト部分。サンキューフォーウォッチングをどこかに入れるのが一般的ですが、チームタージュではメンバーリストを入れるのも手。では、ここからがいろいろややこしいクリップとシネマについて。シネマは、プレイ動画ではなく感染者モードなどで撮影した、ユーザーインターフェースが映っていないムービーです。パソコンからですと、シネマティックツールというものがあるのですが、私はプレステ4版なのでそちらでの解説だけしますね。シネマは、稼働中のサーバーに感染者として入り、比較ボタンを押すと UI 表示を消せます。この状態でいい感じに風景や兵士、乗り物を撮影し、クリップとクリップの間や、クリップ中に挿入していい感じの動画を作っていきます。ここで要注意なのが、協力者がいるかどうかで撮影の幅が変わってきます。エディターが一人で撮れるのは、基本的には風景映像のみです。クリップに合わせた兵士を撮影するには、演者となる協力者が必要です。サーバーレンタルして、一人からゲーム開始するように設定しておけば、協力者一人さえいれば兵士や乗り物を映すことが可能です。ただし、やられる兵士のシーンが欲しい場合はさらに車種が必要となるので一人余分に必要です。さて、最後にクリップ配置についてです。まず注意したいのが、入れたいクリップの中でどのクリップが目玉となるのかということです。クリップの中でも、より目立たせたいクリップは一番最初と一番最後に置きます。初見さんやチャンネル登録してない人は、まず最初のクリップでどれくらいのレベルか見て判断して、見るのをやめてしまうかもしれません。また、一番最後に見たクリップがモンタージュに終わった感想に直接繋がりやすいので、最後に大きく締めくくりたいものです。それ以外の残ったものの中から、音楽的に大きく変わるように特徴があればそれに似合うようなシーンなどを配置。特になければ、残ったものの中から良いクリップは割と均等になるように配置し、見てる人を飽きさせないように配慮します。さらに考えなければならない要素が、マップです。ぶっちゃけ、クリップによって取りやすいマップが偏ってしまうため、考えなしに配置すると同じマップのクリップが連続していたりするので、ああ、この人このマップじゃないとクリップ取れないんだなぁ、って印象を与えてしまいます。
なので、極力マップがばらけるように配置しましょう。リアル以上の場合、近い場所のクリップがあれば逆にストーリー性が生まれる場合もありますが。また、武器種がバラバラなクリップをまとめる場合も、ばらけるように配置するか、逆に同じものでまとめるとバランスが良いと思います。それからクリップを配置するにあたり気をつけたいのが、音楽の転換点とそれに合わせたクリップの置き方です。例えば、音楽的にバーンと盛り上がったり、逆に一瞬途切れたり、あるいは曲調が変わったり、何か音楽が変わる部分があったとします。そういう場面は、それに合わせて目立つところでは目立たせたいキルの瞬間を置いたり、曲の区切りではクリップがまたがないようにします。そこをうまく調節するためにも、シネマを入れたり、クリップにスローなどの速度変化をつけたりして尺を調整します。そうそう、プレイヤーさんにはまずクリップを切るときに、そのあたりを意識してもらえるとエディターは助かります。プレイヤーさんは割とキルの前後ギリギリにカットする方が多いのですが、前後の動作をより見てカットしてくれると尺調整しやすいのです。と、まあ、基本的なモンタージュの構成、配置は以上でしょうか。次回は具体的な編集に入ります。